はい、皆さんどうもこんにちは、バンビーです。今日もね、ランクマッチの方やっていくんですけど、今回は、まあ、昨日ね、動画で使っていたカバルドン構築に入れてて強かった、お盆届け算をね、使っていこうと思います。まあ、こいつはカバルドン構築のステロアクビにおけるエースの剣舞枠なんですけど、なんかね、届け算ね、やっぱカバルドンって、まあ、サーフ号を誘うじゃないですか、そのアクビの一端を切る、みたいな感じで。まあ、そのサーフ号に対して強いかつ積みポケモンっていうところで、まあ、今日はね、届け算で暴れ散らかします。でも相手の構築サーフもいるんで、選出むずいな。これさ、水ロトム、強いっすよね。カバ投げたいな。ミトム以外マジでカバ投げたいんだけど、まあミトム考えるとカバ投げづらいな。まあ、投げてもいいんだけどな。いや、むずいな。まあ、幅かみカバ。いや、もろもろ割り切ってる、これ。まあ、これでいきましょう。対戦相手のトラトーさん、よろしくお願いいたします。まあ、鉄の茨は、まあ、どうせなんとかなるんで、はい。カバルドンいればね、なんとかなると思います。まあ、だから、その、カバルドンをまず展開させたいんだけど、戦術の意図としてはね、まあ、ロトムが厄介なんで、まあ、ロトムに対して、まあ、だいぶ強い、ハバカミ。そして、ハバカミが苦手なのが、ハッサム。オッケー。なので、まあ、ここで、まず、メガネシャドーボールをぶちかましつつ、まあ、裏の、まあ、ハッサムな、とかを削って、でハッサムに対しては、ロトム突っ張るんだ。ハッサム投げてないのかな。まあ、ボルチェン。まあ、普通のメガネとかではないかな。まあ、これは、まあ、カバルドンもハイポン一回耐えるでしょ。だからカバルドンが一回動けるのが分かりましたよと。で、ここで出てくるのがイバラ。いや、これはね、多分勝ったな。これは勝ったな。カバが強すぎるな。カバ届けで、いけるかな。で、ドドゲもやっぱ鬼火とかは若干苦手なんで、あ、ロトムとかはちょっときついですけど、イバラってさ、カバに勝てないよね。まあ今 D めっちゃ上がってるけどね、砂のおかげで。まあ確かにイバラの D はめっちゃ上がってるけど、まあロックブラストイカサマダイスかな、これ。まあイカサマダイスだとしたら、多分相手幅感切ってきたのかな、戦術。まあだからね、選出ね、難かったとは思うんだよね。ハッサムは投げたいけど、ロトムも投げたいし、で、この2体だけだとなんかウーラオスきついし、みたいな。カイルなのかな、ウーラ。まあ、とりあえずアクビでいきましょう。まあ、イバラといえばね、唯一、虫テラ、テラス切ってこないんだ。まあ、自信打たないか、ロトム見えてて。自信は打たないですね。まあ、これ、イカサマダイスだな。だからまあ、アクビ、連打してていいかな。まあ、神に、来るの嫌だしね。あ、神だ、ロトム来るの嫌だしね。なんかロトム来てステロ打って神投げるって、まあ、ちょっと動きせっかく後取ってるのに後手に回っちゃってるから、まあアクビでいいかな。でここでアクビ打つと、まあ、ロトムが居座ってくる可能性があるんだよね、ハイドロポンプで。でその場合だけちょっと本当に難しくて、なんか最速攻撃切るならこれでいいんですけど、最速起きまで考えると、いや、どうしようかな。まあ、ハイポンここで当てられて、かつ最速起きは、まあ、割とちょっと運が悪いで片付けよっかな。鬼火、はいはい、あ、一番いい手だな、これは。その、まあ、倒しちゃうと裏の積みポケモンにやられちゃうとか、そういうの考えて、あえてロトムを盤面に残す。でもこれはまあ神でシャドボ打っていけば良さそうなんで、まあ、ステロ巻いて、まだむずいな。イカサマダイス、あー、びっくりした。ラブとかだったらうまいなと思ったけど、ヒラか。お盆じゃないの珍しいですね。どうしようかな。ドドゲザンはさすがに鬼火見たら投げづらい。まあ、ちょっとね、なんか直帰系かなと思ってたんだけど、お盆じゃなかったから。なるほどね。でも、ハッサムがいたらいい。いやー、どうなんだ、これだな。悩ましいな、本当に。ちょ、怠ける一回、するわ。ハイポン打たれても神耐えるから、一回怠けるするわ。カバの AP をちょっと。はい、まあそうだよね。釣りとかもあるんで、一回怠けるするわ。これうまいな。いや、まあいい。まあ良くないな、全然。いやー、まあ良くはない。まあ良くはないけど、まあいい。これね、まあ、ドドゲだって全部一応貫ける。まあいい。で、これで、
えなきゃいけないのは、届け弾使ってるで、まあ、気合玉が怖いんですよ、気合玉が。ただ、まあ、今のサーフを、まあ、俺が今日使ってるサーフを気合玉だけど、気合玉はだいぶ減った。まあ、ワン自身。悪だくみ、はいはいはい。全然いい、全然いい。で、これで、いや、気合玉ありそう。気合玉あんのかな。硬すぎ。弱点保険とかではない。もう、まあ、もうこの際弱点保険でも関係ないんだけど、やっぱカバルドンはちゃんとサーフ号に捕まるので、皆さんもね、気をつけてください。まあ、ここは自信で。はい、シャドーボール。全然良い。まあ、耐えるでしょ。カバルドンはすごいんで。やっぱカバルドンって数値高いよな。削りました。で、シャドーボール打つ。いや、難しいな。まあ、ここは、再生あるなら再生打つターンでは、再生ないわけないんだけど、まあ自信でいいかな。再生、はい。まあ、勝てるとは思ってるけど、まあ結構むずいんだよな。むずいな、気合いだわ。うわぁ、これドドゲダンサーフのシーズン1からずっとやってるあのタクを、まだやんなきゃいけないんですか。いや、まあ再生されてもいいか。まあ引くタクありだったけど、カバ取っといて試合展開変わらないからね。いや、それは取っとこうかな。まあそれは取っとくか。いや、まあ取っといてもないと言えばないんだけど、いや、ないな、取っとく必要ないよな。しかもここで浜上押される方が嫌だしな。いや、いや、でもね、いや、まあまあまあ、いや、まあ、再生ならでも引きますけどね。いや、まあいいや、まあいい、まあまあ、変なことしないでいこう。不利ではない、試合は。不利ではない。不利ではないからね、まあ、ここも自信でいいか。まあ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 、無理ではない。いやー、むずいなー、これ。ドドゲから入る。いや、だってむずいんだよね。そのドドゲから入る。で、ま、いや、まあいいや、神から入るわ。シャドボあと1個、ボルラ、いや、これ、ね、ドドゲから入って、気合玉ケアして、幅神引いて、その、相手のテラスを誘いつつ、っていうのもあるんだけど、まあその場合なんか、いや、そっちでもよかったかな。カクテラ、あ、飛行かい。とかこれシャドウボールで死なないですか。うわ、気合玉とのタクか。楽しいタクだな。いや、落としてくれ。まあ、これマジ、なるほど。オーケー。ならもう関係、なら関係ない、なら関係ない。ただまあ、こっからはまあ、届けたでいけるかな。うん。いや、これね、まあまあ、有利ではあったけど、まあ、ちょっとむずかったな。茨でしょ？うん。いや、これ取っといた方がいいのかな。茨、照らす切ってるでしょ。で、ここ6ブラでしょ？シャドボでいいな。まあ、相手照らす切ってるし、いや、茨 D、そんな硬いイメージはないけどね。うん。まあまあまあ。これはさすがに耐えれないですね。2、3、4。うん、なんかドドゲザンめっちゃ強いって冒頭で言いつつ、ドドゲザンがやるのは残飯処理と。はい、あとはね、総大将なんでこれ負けないっすね。いや、ドドゲザンね、まあまあこれはちょっと一方的すぎたな。うん、カバカミが強すぎたな。まあ空輸中ってだから、これ総大将のリーチがね、これシーズン1だからね、マジで。まあ、ドドゲダンの耐久を考えると、まあ、ドゲダンでいいです、これは。耐えます。なんなら急所も来い。うん、耐える急所も。なんなら急所も耐えてしまうと。まあ、フェアリーテルス切ってもよかった、切ってもよかったけど、急所も耐えるんで、切る必要がない。それがドドゲダン。うん、まあ、これはもう別に普通のドドゲダンですね。ドドゲダン。普通のドドゲダン。ドゲダン撃って、眠ってるロトム。で、しかも、まぁ、ちょっと、うまい一手、まぁ、怠けるという一手を選択したことによって、もうこれ、総大将なんで、まぁ、HB ロトムでしょう。まあ、余裕です。まぁ、落ちるでしょう。
いや本来はなんかカバーで規定作成して剣舞したかったんで、まあ、2戦目ね届けたんで、まあ、全てを貫く、でもね届けたんで全てを貫く試合って結構試合状況としては不利なんで、まあ、こっちの方が理想ではあるんだけど、まあまあまあ、ドドゲダンがね、ラスト1体残るとやっぱ総大将で強いということで。2戦目、ドドゲダンの活躍を期待してください。どうぞ。はい、対戦相手の方が見つかりました。マナさん、対戦よろしくお願いいたします。これそうだな。相手の構築が、まあ、前期、てかこれベースが流行ってるんだよな。ランドラッシャー系統。で、これは、まあ、カバは投げたいな。いやー、まあ、ウーラカバ神で行くと、いや、でもね、ウーラカバ神はちょっと怪しいんだよな。初手カバでいいかな。初手カバ、まあ、ドドゲザン、ドドゲザン、神でゴリ押す。これでいきますか。対戦相手のマナさん、よろしくお願いします。なんかね、確か前期結果出した並び、なんか、いい、だったよね、神の枠が。なんで、まあ、神スカーフなのかな、まあ、スカーフ、まあでもスカーフでも全然いいんだけど、まあ、カバが展開できないのが、あー、ヌメね、ヌメはオッケーだ。これ、あれだな。いや、これね、相手むずいぞ。マジで。これ、ヌメルゴンって、まあ、確かに、まあ、特殊なんで、カバルドンに、まあ、有利な顔はしてるんですけど、これ、自信入ると痛いよね。こういう相手みたいな、その、ラッシャー・ディン・ル・ヌメルゴンっていうサイクル流行ってるけど、まあ、相手も相手でね、神の一環とか考えると難しいんだよな。いや、自信打ちたいけど、自信通る？まあ、自信打つか別に何に引かれてもいいからね、レートビン、オッケー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 。これはね、いや、ありがたいありがたい。この自信は、こんだけね、オッケー、ナイス。で、いや、これでもう、幅神通ったからね。うん。で、これは今回なんかドドゲダン、ちょっとエースじゃないんだよな、この試合も。ドドゲダンエースっていうよりかは、ドドゲダンで、まあ、これはあくびでいいな。レートビーム偽ってきた。耐えるくないこれ。うん、あー危ない、耐えた。まあ、ドドゲダンで、まあ、ラッシャ呼んで、まあ、ヌメルゴンを、倒して、みたいな。そのラッシャ呼んで、幅紙合わせるみたいな感じだったから、まあいいや、倒されてもいいからあくびでいいかな。まあこういうサイクル系のラッシャーはね、最近本当に眠る持ってんで、まあ単純に毒菱だけじゃ対応できないんだよね。まあだから毒菱合わせるんだったら毒菱プラス挑発とかで倒すみたいなのを俺は最近考えてたんだけど、まあ、それかもう高火力ゴリ押し作戦の2つ。いやこれね、まあまああくび、まあ、まあ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 とかだったら、いやこれね、2回目あくびで必殺った理由が、なんか引くかなと思ったんだよね。うん、で、引かないんだったら、いろいろミスってはいるんだけど、はい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 、はい。で、あくび。で、ここは、多分、ヘイラッシャー眠らせてくるんですよね。いや、まあ、眠らせてくるかわかんないけど、まあ、とりあえずこっちはカバ怠けるでいいか。うん、やっぱサイクル構築使ってると、いや、カバマジで強いな。今季ワンチャンガチでカバ使ってる気もしなくもないな。まあ、ウェーブタックル耐えるかな。まあ、耐えそうなんでここ怠けるか。まあ、ステロ巻いてもいいけど、多分ウェーブタックルで倒しに来るよね。これカバの怠けるの強いところかな。雪なだれ、オッケー。あ、まあまあまあ、これは、いや、そうだね。怠けるの。怠ける強すぎ。雪なだれか。じゃあ、俺の知ってる。いや、これ、地割れ絶対あるやん。地割れ絶対あるやつじゃん。まあまあまあ、いいでしょ、いいでしょ。で、眠って、ステロ巻いておきたいな、さすがに。これ、相手、ちょっと環境のテンプレから型をずらしてるな。なんか、雪なだれ系って、受けループにしか入らない、イメージだったからね。まあ、ここ、ステロで。寝言あるかな、なんかちょっとありそうだよな。グーグー眠っている。え、でも残飯か。あ、残飯ならないか。いや、どうしようかな。これ相手何打ってくんだろう。いや、これね、ちょっとむずいんだよな。まあ、起きないんだったら今神投げるか。いや、あくびの最速を切って
俺はもうずっと言ってる、もう5年間ケアしないって言ってる。できるときはするけど、まあ、されてもまあまだ試合続くでしょっていう。オッケー。で、これはまあ、10万でいいんじゃない。オッケー通る。まあそうだよね、所定居座っちゃったからね。で削る、捨てろ圏内、こうなったらもうドドゲ団で貫けるでしょ。でこれ10万に合わせてスイヌメルゴン来ると10万10万でいけない。いっか、10万10万でいけるかもしれないしな、スイヌメルゴン。まあまあラッシャー倒した、まあこれで、まあ、ドドゲ団通ったんじゃないかな。いやこれやっぱカバ、これカバプラスメガネ神プラスドドゲ団多分相当きついよな。ヌメルゴン、はい、いいです。でこれはさすがに10万じゃ落ちないし、まあ、冷凍ビームとかヘビーボンバー安定な場面なんで、まあ、ここは届け弾でいいですね。で今回の届け弾は、まあ、多分ヌメルゴン抜いてるだろうぐらいの S まで上げてます。この構築を破壊する、まあ、選出するのも考えてね。まあ、あんまりねぶっちゃけ HA でもいいんだけど、まあ、ヘビーボンバー、うん、まあ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 、まあ、分かる、ワンパンしなきゃいけないからね。カバイはヘビボンプラス霊火で、まあ、落ちなそうだけど、これはね剣舞していいんだよな。いや剣舞する必要がないか。まあ、ドドゲなんで、いやこの3体の選出できたってやっぱ強いな。まあ、1戦目もこの3体の選出だったんですけど、だからねドドゲは確かにまくり性能あるけど、別になんか3体が強すぎて枕投げてもいいんだよな、ドドゲなんで。誰パオジアン、聖剣をケアするかどうかみたいな話でしょ。まあ、剣舞されるのが負け筋だから、いや、テラバでいいと思うけどな。いや、でもね、どうせないんだよな、聖剣。聖剣どうせないんだよな。まあ、テラバ押しますけど、どうせないんだよな。で、しかも、いや、これね、剣舞もどうせ知らないから、テラス見たりしたかったけど、はいはいはい。まあ、どうせ、まあ、ないんだよな。つらら、え、だってもうテラス切ってる時点で相手読みだもんね。つららテラバ、草テラバ、食い打ち、もう聖剣入るな。枠としては入るか。ただ聖剣押してる、まあまあでもまあフェアリーテラスしてるから、まあひるまなきゃいいけどね。でも絶対俺ならこっから勝ちを諦めてないなら、ああオッケー、それはいけるかな。まあ、あとは、聖剣急所。これちょっと痛いか。まあ、痛いけど、まあ、あんま関係ないですね。これ、落ちるならいいや。落ちなかったら、不意打ちたく。で、まあ、これで、ああ、まあまあまあ、総大将乗ってないからね。ただ、これ、たくならないんじゃないか。いや、一回不意打ちでいい。一回不意打ち打たない理由がない。相手としても、まあ、たくにはなってるからね。まあ、お盆を見せて、まあ、一回冬打ちでいいわ。ああ、取るんか、オッケーオッケー。これ、カバの砂で倒せたから、カバ引きでもよかったけど、まあ、これなら、これでいいですね。ということで、まあ、今日はね、カバルトン構築に入れるドドゲ弾を、使ってみたんですけど、なドドゲ弾ね、まあ、サーフモンややっぱ強いし、なんかシーズン1の頃俺が使ってたのはアクテラスだったけど、まあ、フェアリーはね、やっぱ、ウーラオスとかカイリュウとかにも結構強く出ていけるんで、まあ、カバー構築に入れる、この剣舞届けたらね、結構強いんでおすすめですね。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。